さんこんにちは、うさぎ先生です。今回はこちらのですね、紐のタッセルですね。こちらのタッセルでこのリボンを作る方法をご紹介したいと思います。前回の動画でこちらのリボンを使用していたと思うんですけれども、インスタグラムの方でですね、このリボンの作り方を教えてくださいとコメントいただきましたので、今回こちらもご紹介させていただきます。こちらのタッセルはダブルタッセル S ピンクという商品です。両方にですね、こうふさふさがついているこの1本のタッセルになっています。はい、でここを普通にリボン結びしてもらっても、まあ、使えるかなと思うんですけども、これだとちょっとね、味気ないなっていう感じがするので、私はこうやって、ダブルで二重のこういうループを作るリボンを作っています。こちらはですね、髪飾りだったりとか和のアレンジメントですねにすごく使える形かなと思うので、覚えておくといいかなと思います。少し最初慣れるまではちょっと難しいかもしれないんですけれども、何度かやるうちにですね、上手にできるようになると思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは作っていきたいと思います。で、この長さなんですけど、タッセル部分をここの入れずに、この紐の部分だけですね、紐の部分だけで約57センチぐらいあります。この紐の部分だけですね、57センチぐらいあります。で、この紐が57センチ以上ないとちょっとね、きついかな。こちらの長さが最低でも57センチ以上はないと、ちょっとこう手にこうやってかけていくので、長さがないとちょっとできないリボンになってますので、それ以上の長さで準備するようにしてください。それではこの手のひらの上にこのように端っこのふわふわの部分をこのように置きます。で、ここからこの2本と2本指2本と2本をこのようにクロスして通していきます。で、この時にこれちょっとこっち長すぎると足りなくなっちゃうので、ちょっと気持ち短めで持ってください。手のひらに乗せたら、後ろからこの、中指と薬指の間を通って前に来ます。で、次はこちら2本を前通って後ろで、またこの間を通って前で、もう一度後ろ、これ繰り返します。指をまたいで8の字を書くようにリボンをこうまた入れてください。で、こう後ろに返した時に2本2本になっていたら OK です。これがこのリボンでいうこのループの部分ですね、この2つのループの部分になりますので、でこう後ろ返してこう2本ずつちゃんとかかっているか見てください。で、ここ真ん中返ってきたら、このリボンとこの最初に持っていたこのふさふさがついている部分のリボンですね、これ全てまとめて、で真ん中からこの間を通って後ろに行きます。後ろに行きました。で、後ろから前に戻ってきて、もう一度同じところを通って後ろに行きます。こういう状態ですね。2本2本で真ん中2回ぐるぐるっと通りました。この中心を見ていただくと分かると思うんですけども、ここが、クロスしています。バッテンと2回目に来たのが右側に来ていますね。で、また後ろに行っています。で、ここの残った部分をですね、またこう返ってきて、このバッテンの2本、2本ですね、横から見たらこうちょっと緩めるとこういう風に空洞ができるので、後ろから返ってきて、このここの隙間に通します。そうですね、です。よいしょ。ちょっとね、これタッセルの分があってちょっときついんですけど、
ギリギリ通ると思います。ちょっとねこう通りにくい時はこの引っ掛けてる指を少し上に緩めてあげて通しやすいようにしてください。こっちにこう出ました。でこれ最初に持っていたやつですねがこっちに出てます。はい、でこれで、指を抜きます。それとこんな形になってます。でちょっとこうやって、形を整えてあげてください。でこれが後ろになって、こちらですね、こっちが前になります。で前はこの2本の紐が平行に並んでいる形になっていたら正解です。後ろがクロス、正面が平行ですね。この形ですね。これで、少しね、リボン引っ張り合いながらこの中心のところを締めるような感じで形を整えてください。はい、これで真ん中を少しグッと締めてしっかりとリボンの形を作りました。こんな感じですね。でまあ、長さとかこのループの大きさっていうのを花器とかアレンジに合わせてちょっと大きさ、調節してみてあげてください。で後ろはこんな感じですね。後ろはクロス、正面はこう平行に真ん中がこう締まっているような状態が正解です。こんな感じです。で少しねややこしかったと思ってもう一回やりますね。もう一回おさらいでやりたいと思います。上にタッセルを乗せます。で後ろから真ん中を通って前、前から後ろ、後ろから前、前から後ろでひっくり返してちゃんと2つのループができているか確認してください。ここから全てのリボンのこの下ですね、下を通っていきます。もう一度後ろから真ん中をもう一周通ります。この時少し右側にリボンを持ってきてください。はい、これで2周したらもう一度こっちに回ってきてこの真ん中を少し緩めてあげて右からですねこの中をここがちょっとねこうタッセルがあると通りにくいんですけどよいしょよいしょと頑張って通してあげてください。こういう感じですね。ピロン。こんな感じです。まあ、ここちょっと長さ違っても後で調節して、できるので、まあ、こういう形になれば OK です。ではここまで来たらよいしょ指を抜いてね、でこの時少しゆるゆるなので、しっかりこうリボンの形を整えて完成になります。まあ、こういうねゆるゆるの状態なのでこうやって、いろんな方向から引っ張ってこう連動しているところを見て引っ張って、形を整えてあげてください。ではここからこういう風に来ているのでここからループの大きさを作っていって左後ろの下のところを引っ張ってちょっと締めていく感じですね。はい、ということでこんな感じで、形を整えて完成です。もしねこうループがたくさんあるというだけで華やかになりますのでこれでですね、ヘッドパーツの一つにするのもいいですし花器とかね器とかブッカの下のところですねにつけてもらってもとっても可愛いのでぜひこの紐で作るツーループのタッセル作ってみてください。はい、ということで今回はこちらのリボンの結び方のご紹介でした。ぜひ練習して作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。